Hi, Sean and Beck. 先ほどのメリーとマグキネス方針の話を聞いていただいてどうもありがとうございます。その話の中でアクションのアクションがあったんですね。ニクさんもおっしゃっていたんですけども、ヨーロッパの財務省大臣も同じようなことも言ってしまいました。またマグキネスさんは、みんなが共に移行するということがいかに重要かということが大切だとおっしゃっていました。非常に重要なコメントだというふうに思います。次のセッションでは我々はこのツールについて、ツールのその変化について、たくさんのみんな共通化ということ、これは中国と EU 間のものですけれども、これについてお話ししようと思います。タクソノミーに関しましてご存知ないこともあると思いますけれども、グリーンでサステナブルの再建の市場というのは、今までのお話もありましたけれども、2兆ドルということで残高があります。数年前は100億でしたので非常に大きく増加しています。また他の商品も発生しています。ゴールドマンサックスがグリーンのエクイティというものを始めるということが発表がありました。非常にマルチアセットクラスですとか、フィジカルクラスでポートフォリオのアレンジメントをする上で大きなメリットがあると思います。より多くのファンドがよりどんどんグリーン商品、グリーンボンドに投資をしています。Allocating staff when they weren't allocating staff before, we get governments thinking, ah, I can get private sector capital for my public sector priorities, and that's exactly what's going on around the world. And above all, we get this idea successfully established now, thanks to the improved performance of green bonds compared to vanilla bonds, of this being an opportunity.A positive correlation with investment in green rather than a negative, which when I started in this game 10 or 12 years ago, everyone was saying, well, it's going to cost us more to make this transition. Of course, people get the pay up to the nose and so on. Folks know there are better returns involved in this market. You will get lower risk, and bond investors in particular are focused on are defensive. As Larry Fink, the head of BlackRock, once said, he made money.Not by giving people yield, but by ensuring they didn't lose their money. And bonds, green bonds, are superior in that characteristics. Look to our pricing report of a couple of days ago and the volatility discussion we're having there, and we'll hear a bit more about that this afternoon. The main child of the green bond market has ended up being green definitions work, known as taxonomy in Europe, which isspreading across the world as an idea. This idea, I'm going to say that we started in 2012 with the launch of the Climate Bonds Taxonomy of providing guidance of what counts. It's not about metrics that you have to imply. It's like saying if you've got a solar farm, it's a solar farm, it's in. And そしてどのような鉄鋼のプラントがたくさんの上に入るのかどうかっていうことです。どのようなカーボン、CO2 のを使うようなマシンがそこのプラスに入るのかどうかということです。我々のカーボンメトリックスというものがありましたので、ハイブリッドは入りませんでした。目標が高くないからということです。しかし、水素自動車ですとか電気自動車というものはタクソノミーに入っています。石炭の発電、火力発電所からのエミッションというものは、しかし問題このようなインフラを移行させていけます。そのような作業というものを同時にしていかなければいけません。このような議論がタクソノミーに関しましては必要です。グリーンは2050年までに、グリーンの自動車はいつまでもグリーンです。電気のものはグリーンではあります。これが全てゼロカーボンの交通に入ってきます。
これは我々が何を信じるかということではなくて、企業次第です。そしてそれを市場がジャッジするということです。デューディリの能力がないような、余裕がないような企業もありますので、これに対してガイダンスのために EU の作そのミーというものを作られています。認証されているグリーンボンドは現在2兆以上ということです。しかし政府もこういう関心を持っています。2014年に中国人民銀行がこのタックスフォースにマージュン教授をリードとしてこのような議論が始まりました。マーさんはさまざまなカンファレンスに出ていらっしゃいます。2015年中国人民銀行はグリーンボンドの規則、そしてレファレンスというものを、そしてグリーンボンドがどういうものかというような定義カタログを作りました。これは中国市場の変化そして発展に牽引されたものです。この中で石炭火力発電を除くかということが話がありました。このような議論はヨーロッパでもされています。というのも2016年この時にはハイレベルな専門家委員会では先ほどマクギネスさんがおっしゃっていたように石炭火力が入るかどうかということについて話がありました。いかに政府 そのスキームの力があるかということだと思います。タクソロニーの議論に関しましてはさまざまな主要経済国がこのソリューションとして使って今プロジェクト自体が稼働しています。すべてさまざまな国の間で協調がされています。シンガポール、ベトナム、タイなど、そして ASEAN の中国も参加しています。南アでもタクソノミーの議論がありますし、コロンビア、そしてチリでもタクソノミーを発表しようとしています。イギリスでも150億の国債に関しましてタクソノミーを発表しています。もちろんタクソノミーというのはグリーンボンド以上のものです。ヨーロッパはこの開示の義務を企業そして投資家に対して義務付けようとしています。ですので金融市場すべてに開示の義務がある、そして経済社会を変えなければいけないというようなガイダンスを発表するということです。ガイダンスが必要です。ミスをしてはいけません。ボルクスワーゲンがディーゼル工場を作った時にその時に 15% しか炭素を排出していないというかもしれませんけれども、残念ながら輸送というのは全体の炭素排出の 25% ですので、もっと早く削減していかなければいけません。ハイブリッドというのはタクソノミーには入らないんです。これは目標値が低いからです。ですのでフォルクスワーゲンのディーゼル工場というものはこの電気自動車を作るようなそのキャパが取ってしまうので逆方向になってしまいます。しかし反対に電気自動車を作るということを企業が決めたましなので、それは幸いなことです。しかしそれで十分かどうかということが本当にタクソノミーを理解する上で重要です。価格を根拠とした、そしてパリ条約に適合した動きというものが非常にグローバルで見えています。EU のタクソノミーについて、中国のタクソノミーに関しましてはそれほどご存じないと思いますけれども、非常に6年間稼働しているということで影響力があります。次のセッションではこのようなことについてお話ししていきます。何をしなければいけないかについて理解しなければいけないのは共通性がないと言えないということです。15% の削減というのが新しい考えというふうに思われるかもしれません。経済を移行していかなければいけない。いつ経済を移行するかどうかではなくて、今移行しなければいけないということが重要です。このようなディスカッションをしていくことが本当に重要です。どのような5年前にいいと思われたことが今いいと思われるわけではありません。
このような各根拠にした議論をする、今の時点にするということが重要です。ですので、この議論に関しましては、タクソノミーの難しい部分もありますけれども、これが何がしなければいけないのか、タクソノミーに関して何をしなければいけないのかということが重要です。気候変動計画については、2030年の削減、目標達成をしようとしますけれども、それが達成できるように私たちをサポートして、プッシュしていかなければいけません。しかし、これができているのかどうかということを評価できなきゃいけません。我々に30年目ゼロというふうに言っていますけれども、このモデル自体はきっと合っています。リードというのがありますけれども、再建することがありましたけれども、メタンについていかにリスクが高いか、血管変動が高いかということが述べられていました。何をしなければいけないことをしてはいけないことが明らかだと思います。もちろん、グリーンボンドに関しましては非常に大きな機会があります。我々は何をしなければいけないのかということにフォーカスして議論していきたいと思います。非常に難しいことがある、困難はありますということを忘れないでください。ですけれども、これは変えていかなければいけません。組織的な、体系的なアプローチを取っていきましょう。規則的なアプローチを取ることによって、メギナスさんがおっしゃっていたように、皆で移行していきましょう。今、次に、タクソノミーの共通化のついに、の聖書に移りたいと思います。ブリジットさんたち、参加なさっていますでしょうか。非常に多くのスポンサー企業様がこの今回のこの会議を可能にしてくださいました。 JP モルガンなどです。数年前は JP モルガンに対してさまざまな批判がありました。しかしさまざまなインタビューを聞くにつけ、やはり非常にエキサイティングな移行や変化が起きていることができます。例えばピンアンといった世界最大の資産運用会社がスポンサーとして、そしてムーディーズやクレディ・スイス、 BNP パリバ、 IHS マーケット、アリエス・バーンスタイン、AFT、ASTF が、そしてさまざまな企業が参加してくれています。皆様のおかげでこの会議を開催することができました。インターナショナル・カピタル・マーケット・アソシエーション、そしてみずほ、日本のみずほが、もう日本の著名な金融機関です。そしてその他のスポンサー様にもお礼申し上げます。何点かハウスキーピングをお伝えしていたんですけれども、 Q&A ボタンも押して質問がある際には質問をお送りください。またヘッドフォンボタンを押していただければ通訳が聞こえると思います。今日は日本語の通訳も入っています。日本の視聴者の方は日本語で聞くこともできます。その他フランス語、中国語、ポルトガル語、スペイン語の通訳も入っています。またさまざまなネットワーキングツールもありますのでお試しください。さてここで2人の素晴らしいゲストをご紹介しましょう。ブリジット・ブーさんはクライメット・ボンド・イニシアチブのプロダクトマネージャーです。さまざまな業務を手がけています。そしてこのタクソノミーが機能するように、このコモングラのタクソノミーがうまく機能するようにしています。その他、欧州委員会のお手伝いもしています。ボルワンさんは、中国の清華大学のシニアフェローでプロジェクトリーダーです。また、ボルさんはマージュン教授のチームの主要メンバーでもあります。マージュン教授は中国や
のいや中国人民銀行のグリーンファイナンスに関する特別顧問も務めです。またグリーンファイナンスの議論もすべく、マー教授はヨーロッパ連欧州委員会と中国のイニシアチブの話し合いのにも携わっていらっしゃいます。またマーセル・ハーグさんは欧州委員会のフィスマのダイレクターです。マージュンさんですけれども、ご家族にご不幸があったため今日は欠席となります。さて、ブリジットさんとボルさんにお伺いしましょう。どうもありがとうございます。皆様こんにちは。このセッションにようこそ。マージュンさんが本日は欠席ですけれども、まあ、非常に残念ですが、今日はボルさんとお話をさせていただきたいと思います。ボルさんや私、そしてその他のチームメンバーとともに、この1年半以上プロジェクトに携わってきました。ですから今日ボルさんと一緒にこのセッションを開催することができ、とても嬉しく思っています。すでにショーンさんからお話がありましたように、タクソノミーに関する進展がヨーロッパでありました。そして詳しくは、例えば中国のタクソノミーの進捗は何についてもこの後で聞きますけれども、コモングラウンドタクソノミーについては今日主に焦点を当てていきたいと思います。ヨーロッパでのタクソノミーの進捗について、重要な点について、なぜこの進捗が重要なのか申したいと思います。まず1点目に、とても細かくなったということです。まず私が、まあ、これが最初に発表された時よりも随分細かく決められてきています。また透明性が確保されています。手法ですけれども、さまざまなアクターやステークホルダー、国で使えます。また第3つ目に、サイエンスベースであると、科学に基づいているということです。また、こういった3つの点については、タクソノミーの世界や中国でのタクソノミーの議論のたたき台となっていくでしょう。コモングラウンドタクソノミーについては、後で述べますけれども、中国での状況について、ボルさんにお話しいただきましょう。ありがとうございます。このチャートをご覧いただくと、中国のグリーンファイナンスのパスウェイについてご覧いただくことができます。これまでの中国の10年の経験に基づいて言うと、タクソノミーというのがやはり持続可能な投資の足並みを揃えるという意味で最も効果があるものです。2019年末までには 10.3 兆円相当の投資が行われました。またボンドの発行ですけれども 3.33 億円に達しました。2012年から始まってグリーンの業界タクソノミーなどについてここに書いてあります。次のスライドをご覧いただきましょう。このスライドでは中国のグリーンファイナンシャルシステムのオーバービューをお見せしています。中国の政策インセンティブなどについてここに含まれています。そしてリスクインパクトアセスメント、またレーティングとディスクロージャーなど開示などについてもここに書かれています。こういったプロジェクトをここにあるようなプロジェクトのファイナンスをつけるということができるということです。またグリーンウォッシュがあってしまう、あるとマーケットのインテグリティが阻害されてしまいます。ABS や情報開示などについてもここに触れています。タクソノミーはやはりキャピタル資本市場を動員する上で重要なものです。ボルさん、ありがとうございました。コモングラウンドタクソノミーですけれども、サステナブルファイナンスのプラットフォームの中で行われます。これですけれども2019年にローンチされました。コアメンバーとして複数の国が携わりました。そして今はここにある各国が携わっています。アルゼンチン、カナダ、
イギリス、中国、インドなどです。そして主な目的としては3つあります。まずはベストプラクティスについての情報を促進し、かつ広めるということです。またサステナブルファイナンスの異なるイニシアチブを比較し、またどのようなバリアやチャンスがあるかをはっきりさせるということです。そしてイニシアチブの足並みを、イニシアチブやアプローチの足並みを揃えていって、各国での協調を高めていくということです。作業部会がタクソノミーについて立ち上がっています。そしてここでコモングランドタクソノミーというのが関係してきます。 IPSF の作業ですけれども、ユニークな多国間の政策立案者間の作業部会となっています。 IPSF ですけれども、この作業部会を立ち上げた目的として、まずは既存のタクソノミーを包括的に比較するという目的があります。またそれぞれのアプローチやクライテリア、結果について共通のこと、そして違いを明らかにするということです。こういったことがあって、2020年にインドとチャイナ、中国で最も発展したタクソノミーのを持っている国や地域として、共に共通の作業を始まることになりました。それがコモングラウンドタクソノミーというものです。そしてこの作業が始まって以来、少なくとも20カ国がこのプロセスに参加しています。この中には IPSF のメンバーのインドや日本、イギリス、インドネシアも含まれます。さて、コモングラウンドタクソノミーとは何ですかという質問をよく聞かれますけれども、コモングラウンドタクソノミーというのは、共通のこと、すでにあるタクソノミーの共通項を見出すということにあります。そしてコモングラウンドというところがポイントで、ただの共通コモンだけではなくて、コモングラウンドのタクソノミーであるということがポイントとなっています。そしてタクソノミーの標準化をしようとしているのではなく、あくまでも何が共通なのかということを、すでに共通なのかということを特定しようとしています。またどの国もすでにあるタクソノミーを短期的に変える必要はありません。またもともとはすでに共通の活動をカバーすることになり、いずれもっと複雑なものもカバーするようになっていきます。そしてすぐには比較できないようなもっと複雑なものをいずれカバーするようになります。またコモングラウンドタクソノミー CGT ですけれども、他の国でも適用され、承認されるようにすべきです。例えば他の IPSF の加盟国などにおいてです。さて、私やボルさんなどはこの1年半ほどこういったことを取り組みを行ってきました。EU と中国がまずはスターティングポイントとして、コモングラウンドタクソノミーの取り組みを行っていっています。昨年ですけれども、包括的な比較を行いました。オブジェクティブ、目的やスコープをタクソノミーについて比較しました。この点については後ほど触れます。またこれからさらに行っていく作業としては、詳細に1行ずつというような感じで比較を行っていきます。さまざまなスプレッドシートを使って、ボロさんと私の間で1行ごとの比較などを行っています。今は気候変動の緩和をカバーしています。また EU からの大きな貢献、サブスタンシャルコントリビューションについてもカバーしています。その他のことについてもいずれカバーすることになっていますが、まずは緩和、そして大きな貢献といったことについて見ていきます。EU のタクソノミーの下で、さまざまなことを最初のドラフトの中で盛り込んでいき、いずれもっと細かくいろいろなことを盛り込んでいきます。こういった作業をこれまでのところをしてまいりました。
向こう数ヶ月でさらに多くのことがカバーできるでしょう。オーバービューの包括的な比較を中国と EU の間でしています。そしてその中で重要なポイントが浮かび上がってきました。まずはこの2つのタクソノミーの目的についてですけれども、右側の方ですけれども、中国と EU の目的がオブジェクティブが書いてあります。この目的ですけれども、例えば中国は3つ、EU が 6個あるように、ちょっと食い違いはあるように見えますけれども、少なくともこれまで行ってきた作業において、同じ方向に向かっているということは明らかになりました。話もすべて細かいところで一緒でなくてもです。また気候変動への対応について中国での目的の中でも入っています。EU では、緩和と適用といったことで入っています。また中国では全体的な目的の中で入っていますけれども、欧州では例えば海洋資源の持続可能な利用及び保全といったことで入っています。また循環経済への移行、あるいは汚染のコントロールといった形での目的が入っています。他に何かありますか？私からは特にありません。そして次に異なるタクソノミーのスコープについて比較しました。中国では今グリーンボンドのプロジェクトカタログの中にはグリーンボンドをカバーしています。 EU ではスコープはもっと広範です。例えば加盟国、そして資本市場の参加者などが入っています。こういったアクターが遵守しなければいけない基準というのはありますけれども、今のところはスコープを広くしているので、さまざまなステークホルダーあるいは企業などが入っていくことが可能です。特化性というものが非常に重要です。ポールさん、中国のアプローチについてお話ししていただけますか？そうですね、我々のアクティビティというのは非常に、現在の企業に関する細かいところです。中国のタスクノミは、この対象となるような企業としては6つの分野があります。一番重要な基準というものは投資基準にあります。この適格の基準については、もし改造がこのリストに含まれていれば、このタクソノミーに入るということです。まずテクノロジーを敬遠された一行であるということ、これは炭素の排出量を減らすようなテクノロジー、そしてエネーブリングエコノミーであるということ、そしてまた広い範囲があります。ブリジットの方からこの EU のタクソノミーがどのようなアプローチを取っているかということをブリジットの方から話したいと思います。中国のテクノロジーというのよりリストに関しましては広いものですね。 EU は異なるアプローチを取っています。セクター別、そしてその後細かい活動について説明があります。 TSC をもとに、それが基準となっています。ですので、テクノロジー的には、ね、中立なアプローチというものをさまざまなセクターに広く対象としています。まず事例としては、これはサンプルとして製造業にがありますけれども、中国のタスクソノミーというものは非常にグリーンテクノロジーですとか、その風力発電などもあります。 EU は非常に広く、例えば製メントの製造の中で、その中でも TSC という基準を設けています。そうで、タクソノミーに入るかどうかという基準です。このようなことを私たちは全体的な比較として EU 中国間でいたしました。また
DSSC というようなことに関してもチェックいたしました。次のステップとしてこの手法に関しましては、この作業の手法を示しております。さまざまな、まず最初にマッピング化というものを、そのマッピングをしました。共通コードがどういうものがあるか、そして、EU と中国を横にして比べたわけです。どのような共通性があるかということをまずそこから始めました。その後にそれぞれ共通のタクソノミーについて、TSC ですとかその詳しいその基準を比較しました。まず最初は一番やりやすいところですね。風力ですとか、この基準がどういうものかなのかということに関しまして非常に共通性がありました。2つ目、スコープが非常に EU の方が厳格であるところ、例えば水力発電に関しましては EU を使う。そして3つ目は逆です。中国の方が厳格でありよりエネルギー効率が高いというようなスコープが狭く、そして厳格の場合は中国をフォローするということです。その次に4番目として共通性というものの整合性をします。これは共通方向性は同じだけれども全く正確にマッピングすることはできません。難しいということが分かっています。例えば水の収集、そして水の処理などがこの分野に含まれます。また5つ目がこの整合性が不明確であるということ、そして6つ目が非常に大きなギャップがあるということです。例えば製造に関しましてはカバーしていないところが中国であります。そして反対に EU がカバーしていないような地域があります。価格もそうです。また非常にギャップがあるというところはもあります。このような手法を取りました。次のステップとして一番3つの緑のところは共通化の作業としては非常に容易な分野です。4つ目になりますけれども、これは共通性の整合性というところです。これに関しましてはこの数週間非常に作業いたしました。5つ目は現在の作業の第一段階の中には入っていません。この最終化というものは現在最終段化をしようということで努めております。この中でプロセスの中で分かったことが、学んだことが多くあります。これはボルさんの方からお話ししていただきます。そうですね、このプロセスの中で我々が CGT の中では学んだことですけども、タクノソミがこのグローバルで使われているような、認識されているような基準を使って、いくということ、そして2つ目、 G20 のワーキンググループとして IPS では重要な役割というものをプロジェクトにおいて持っています。2020年の共通化バージョンというものを発表します。3つ目、APSS エクスパート、私たちも含めたエクスパートに関しましては、テクニカルアシスタントというものを提供しています。ありがとうございました。素晴らしいですね、ポールさん。素晴らしいと思います。ブリジットさん、ありがとうございます。本日はマーセルさんにもご参加していただいておりますので、お話ししていただきたいと思います。マーセルさん、こんにちは。カメラのアングル少し変えていただけますでしょうか。そうするとお顔を拝見することができます。マーサルさんですね。私自分は見えますけれども、チョンさんが見えないです。マーセルさんのチームの方々アシストしていただけますか。スクリーンを調整していただけますでしょうか。角度を少し変えることだと思います。
いずれにいたしましても、エズマに関しましては、非常にいい、今まで証券、事業監督局などで働いていらっしゃったということで、この作業を EU 側として、率いていらっしゃいますけれども、マジュさんは本日はご家族が多かったということで、ご参加することができませんけれども、マジュさん、このメッセージをご覧にいただいていれば、早く非常に、お辛いと思いますけれども、状況が改善することを祈っております。ボディさんとそのビジュさんの方からお話ししていただきたいと思います。お話しいただきました。そして、今、そのマスルさんに関しましては、欧州委員会としては、この CGT、ごめんなさい、マスルさん、どのようにしてこの作業をしようということになったんでしょうか。ショウタさん、ありがとうございます。CGT に関しましては、この考えは IPSF の中で、一環として他の7カ国と共に始めました。中国はその際、一つの国です。我々の持続的ファイナンスポリシーの政策というものが国際的に議論されること、そしてベストプラクティスを共有するということが目的です。また、企業をサポートしようということもあります。企業が不必要なそのマーケットが細分化することによるダメージを避けるためです。国際的にこの取り組みというものを揃えていく。もちろんこの作業自体は長期的なものです。長期的なプロセスですけれども、非常に重要だと考えています。持続的ファイナンスにおいては非常に重要な枠組みです。タクソノミーに関しましては、その中でタクソノミーというものが非常にコア的な役割ですので、ここから始めようということになりました。タクソノミーが基盤になっているからです。規制の役組みのうちの中でコアの存在だからです。コア、中心的なツールであるからです。ラベル付きかどうか、そして基準について含まれています。開示、そしてリポーティングのプログラム枠が含まれているからです。ということで、この中でタクソノミーから始めることにしたんです。ということで、タクソノミーの中の共通点がどういうところにあるのかということをこの調べるために IPSF の中でワーキンググループを始めました。私もこの共同議長をこの作業の中で務めることが、マージュさんと共に務めることができて非常に光栄です。したがって、目的は共通性を探るということです。また、タクソノミーから始めたのは、中国と EU の比較から始めたのは、非常にこれは自然なことです。タクソノミーの中で中心的な国であるからです。しかし、この比較に関しましては、中国、そして欧州だけではありません。他の国にも読んでいきます。非常にこの中国と EU でこのような作業が始まったというのは興味深いものですね。そして IPSS に関しましては、GDP の主要国の半分が加盟になっているような大きなサステナブルファイナンスをコミットして、そして強調していこうというような国々です。
この加盟国からさまざまな参加者が本日参加していただいております。この作業のワーキンググループに参加しています。非常にラッキーだと思います。そうですね、本当に満足しております。これだけの関心の高さに光栄です。ISPF の関心のに対する関心の高さというものが世界中でありますので光栄に持っています。また他にも国際的な取り組みというものがされています。 IPSF と例えば G20 のワーキンググループというものがサステナブルファイナンスですし、この取り組み G20 の取り組みとしてパートナーとして IPSF が政府がパートナーとして任命されました。Also has an impact on, on activities in, in, in other international. グローバルのディスカッションに発展していくということですね。人々はさまざまと投資家は本当に不安に思っています。市場の細分化、タクノミーの細分化についての懸念があります。この数年間、タクノミーに関しましては、しかし非常に世界中で多くの国々がタクノミーを作ろうという議論があります。我々がしかしそれの国々のタクソノミーの中で EU のタクソノミーを参照になさったんですよね。ですので、このようなそれほど差がないということがありますけれども、それ自体はいいことではないでしょう。そうですね、楽観視できる理由はあると思います。ご存知のように、タクソノミーは科学ベースのものです。ですから原則的には、さまざまな共通項を達成することが可能なはずです。また、他に考慮しなければいけないのは、地域的、そしてローカルの違いです。ですから、まあ私はさまざまな変化を達成できると思います。おそらく 100% は必要ではないかもしれませんが、またかつ、まあ、求められるべきではないかもしれませんが、より多くの国がこの手法について研究し、中国や EU が使っているこの手法を研究し理解してくれれば、そしてタクソノミーの複雑性を理解してくれれば、より足並みが揃ってくるのではないかと思います、いずれ。ただ、まあ、非常に骨の折れる作業ではあります。でも私はいずれ達成できると、大きな変化を達成できると楽観視しています。確かに骨の折れる作業ですけれども、電気自動車のように一度走ってしまえば、まあボタンを押せば車が動くわけですよね。でもそれを製造する過程、あるいはそれを研究開発している過程ではなかなか難しいことがいっぱいあるわけです。まさにこのタクソノミーについても同じような状況ではないかと思います。ボルワンさんに伺いたいんですけれども、中国の観点から言いますと、どういったメリットがあるか、そして目的があるかということについて言いますと、
中国人民銀行としてはどのような理由からこういったことをしているんでしょうか。いくつかのいい理由があると思います。例えばグリーンボンドのイシュアーは自発的にこのタクソノミーを承認することができるわけです。また中国にヨーロッパのイシュアーが来て、そして中国で記載をすることができるわけです。コモングラウンドタクソノミーについては長期的にやはり共通の言語になっています。ですからヨーロッパや中国の人たちが似たようなことを行っていて言語は違っていると。そして例えばまあ人に今日のニーハオというかグーテンタークというかでは、まあそういった違いはあるかもしれません。まあ、それぐらいの違いなんではないかと思います。まあ、いい例えでしたね。マーセルさん、ヨーロッパで話していることと随分一貫性があったのではないかと思いますけれども、IPSF としてはどういったことをしているんでしょうか。そしてどういった野心を描いているんでしょうか。コモングラウンドタクソノミーについてその他のアジェンダもありますよね。確かすいませんマイクがミュートになっているようですが、失礼しました。中国 EU のコモングラウンドタクソノミーですが、第一歩に過ぎません。長いプロセスの一歩なわけです。将来的にはコモングラウンドタクソノミーを改善し続けなければなりません。そして比較のスコープを拡大し、さらに手法的なソリューションを解決して導入していかなければなりません。また我々の野心としては革新的に新しい IPSF の国からの新しい手法を導入していくということです。継続的にこの結果を他の国際フォーラム、特に G20 のサステナブルファイナンス作業部会の作業を反映していこうとしています。タクソノミーを超えて我々の野心としては、結果的に、究極的には完全なサステナブルファイナンスを導入する、アジェンダを導入するということです。何日か前ですけれども、欧州委員会のコミッショナーがグリーンボード枠組みについて発表しました。そして50億ユーロのターゲットを発表しました。すごい大きなターゲットだと思います。タクソノミーの原則と一貫性を取ったということでしたけれども、こういう理解で正しいんでしょうか。この一貫性ですけれども、私たちはこれをまあいずれ達成しようと思っています。欧州連合はできることを今できることをやっています。そして一歩目のところをまあ部分的にいずれできるであろう形の足並みを整合性を取るということを行っています。タクソノミーはまだこのことについては欧州議会での承認を得なければいけない。ですよね、そこがまずは、まあ、主なチャレンジです。タクソノミーが完全になっているわけではないということです。ですから穴を埋めなければいけません。溝を埋めなければいけません。コモングラウンドタクソノミーについてちょっとワクワクするような状況となってきましたね。完全に承認がされて署名がされるまではやはりちょっと不安定要素もあるわけですけれども、タイミングについてはどういったこれからのタイミングとなるんでしょうか。詳細のアナウンスメントいつあるんでしょうか。
Yeah, now we expect to have the first report on 最初の報告書がコモングランドタクソノミーについての第1回目の報告書が11月までには出てくると思います。すでにそのことについて言及があったかもしれませんが、COP26 に間に合うように第1回目の報告書を出す予定です。そしてそれが第一歩となります。それから継続して作業を行っていかなければなりません。さまざまな作業を手法などについて行っていく必要があります。作業部会でも IPSF の作業部会でもさまざまな取り組みを行っております。そして報告書が出てからこの完成版になってからさまざまな細かいところを詰めていきます。またいくつかのハイレベルの原則があります。報告書の中にそれも盛り込まれます。また継続して勧告にお出だし、タクソノミーのそのオペラビリティを上げていくようにしていきます。フォーカスとしては比較の作業をさらに改善していくということです。非常に重要な進展ですね。リスナーの方にも言いたいんですけど、COPの際にガイダンスが出るということですね。そして共通のガイダンスであるということ、世界の屈指の2つの経済からの発表があるということですね。共通の発表だということです。そしてグリーンボンドのをヨーロッパで記載するにあたって、例えばヨーロッパの投資家が中国でどういった投資のチャンスがあるかということを見るチャンスともなるわけです。非常に重要なことだと思います。特にタクソノミーに関して重要なことですね。今どこにおいてもタクソノミーということが指摘されています。そしてタクソノミーを通じて一体どういったことが明確なのか、そして科学に基づいてどういった投資が投資的確として扱われるのかということを見ていく上でもタクソノミーは重要なことです。また明日ですけれども、移行についてのセッションも持たれます。移行についてもヨーロッパのタクソノミーで重要な要素となっていきます。また今日の午後ですけれども、欧州委員会のフィスマ総局の方などが今日発言をしてくださいますが、ポーリーナ・デジメクさんですね。非常にこの方の話を聞いて私は感銘を受けました。ヨーロッパでの進展については COP の会議で非常に重要なものとなるでしょう。またグリーンウィンドウセッションで話し合いますけれども、さらに深めて世界の大国同士での協力を深めるということについて話すと思いますけれども、中国、ヨーロッパ、アメリカ、そしてインドが合意、コモングラウンドタクソノミーなどについて合意することができれば他の国も追随してくるわけです。だからこそそこをしっかりと理解していかなければなりません。今私たちの前にはチャンスがあります。中国、ヨーロッパ、アメリカ、インド、その他日本などがグリーンの野心を抱えています。2030年のターゲットを達成しようとしているわけです。そういった中でコモングラウンドタクソノミーがこの2030年目標を達成する上でのツールを明確にしてくれるわけです。メアルミア・ギネス委員からも先ほど話がありましたけれども、やはり行動を起こさないことによるコストの方がよっぽど高くついてしまうということですね。まさにおっしゃる通りだと思います。 IPSF が重要な役割を果たすことを願っています。さらに情報のブローカーとして、そして収束させる
ものとして重要な役割を果たすことを願っています。世界の半分の GDP をこの関係する各国で担っているわけです。また中央銀行や監督機関の金融の監督機関のネットワークを有しています。また財務大臣のネットワークもあります。主な開発銀行、UNEP、OECD、IMF なども関わっています。そういったところがオブザーバーとして参加してくれています。だからこそ素晴らしいチャンスだと思うんです。そして人々を、各国を一緒にし、共通の理解をする、共通の取り組みをするという素晴らしいチャンスがあると思います。こういった組織などが一度に関するとやはりこの向こう8年の主な経済的な動きが予想できることになりますので、投資家も非常に注目しています。さて、まとめなければいけない時間になってしまいました。まずはブリジットさんとボルさんからコメントをお願いいたします。ブリジットさんとボルさんはまさにこのプロセスにすごく関わっていらっしゃるわけですけれども、中国のタクソノミーの概念的なフレーム枠組みはヨーロッパのものとはちょっと異なります。さまざまな教訓が得られていると思いますけれども、まずはボルさんからコメントいただけますか。すでに発表していただいたこと以外でどういったことが重要でしょうか。みんな各国ともにサステナブルな将来を達成しようとしているわけです。そして他の国がどういったことを行っているか、どういった取り組みをしているのかというのを理解するというのは、共通の言語を醸成する上で重要なものだと思います。どのようなタスクであれ、やはりそのタスクに取り組む前に非常に膨大なタスクがあるように見えるかもしれませんけれども、一度着手してしまえば着々とできるわけです。そしてやはりモリーさんがおっしゃったように、技術的な詳細というのはあるにせよ、ヨーロッパも中国も他の国も同じ方向性に向かっていっているというのは重要だと思います。マルセルさん、お願いいたします。手短に申しますが、やはりコモングラウンドタクソノミーに関する作業ですけれども、まず非常に重要な第一歩だと思います。そして旅路の始まりを告げるものだと思います。比較性を上げていくということ、まず一歩目ですけれども、私は大きな早い進展を今後達成できると楽観視しています。マルセル・ハーグさん、どうもありがとうございました。そして希望を与えてくださりありがとうございます。フィスマ総局、そして欧州委員会で行っている作業について希望を与えてくださいました。政府として 55% の二酸化炭素量削減を2030年までに行っていくということを挙げています。そしてヨーロッパの市民として、私も何やるべきことをやっているという政府があるということで安心しました。ボルさんも同僚の方にこれまで示してくださった中国政府が、そして中国人民銀行が示してくださったリーダーシップについて感謝申し上げます。この中国経済が非常に強い形で一つの方向に舵を切ってくださったということは難しかったと思いますけれども、やはり中国政府のトップがこれを達成しようと懸命に働いてくれているということは、やはり私からも申し上げて感謝申し上げたいと思います。本日はご参加ありがとうございました。
続いてのセッションに移りたいと思います。コモングラウンドタクソノミーについてはまた後で話があると思います。ディスカッションペーパーを COP に先駆けて発表します。続きましてのセッションではグリーンボンドの役割などについての次のセッションです。